最近朝鮮殿がため息をつく姿をよく見る。やはり緑殿がいないからだろうか。緑はナタを追って行ったと聞いたぞ。確か大阪城だったっけかな。戦わずに事情を話せればいいんだが、朝鮮殿が行けば話は違うかもしれないな。なんだ半蔵君、にらっこしよう。くだらん。神さんの様子見てきてくんねえか。それはできぬ相談。まあだろうな。お化けさんでもこの世界を脱出できねえよな。先ほどまでそばにいたんだ。殺気を感じてみるか。私は取って食べたりしないってば。ウヌは愛しき風景。きっとこの世界はそんな風景がないぞ。困る。俺がしの胸にある五の風景を糧に戦うのみ。妖魔と英雄たちの戦いが熾烈を極める中、勢いを増した妖魔軍は大軍で遠州へと攻め寄せていた。その事態を重く見た異界の勇者ネメアは、異界の忍びアヤネ、三国の舞姫朝鮮と共に妖魔が満ちる地へと赴く。元いた世界は違っても、悪しき者を倒したいという思いは一つ。三人は運命を重ね、今戦場へと降り立つ。この地には妖魔の闇の力が満ちている。噂は真実だったようだ。でも変ね。妖魔の大半は私たちに見向きもしない。他の何かに気を取られているようですね。ですが一体何に。誰かが妖魔と交戦している可能性があるな。だとすればその者が危険だ。もう少し妖魔に近づこう。もし襲われている者がいるなら救いたい。行こう。世界の黄昏は近づいて。この地は妖魔で満ちているな。闇の者を一掃する。敵だ、敵が来たぞ。何、背後からも敵だと。ええ、さっさとあいつを倒すんだ。ここはな、誰か妖魔に囲まれているのかしら。もし急いで助けた方がいいわね。厳しいかと。まず金の砦を攻め、敵を誘い出しましょう。
い方でしょう。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将を俺が討ち取った。奴らに好き勝手させてたまるか。ゴズメの舞台を出せ。敵を引きつけるためさらに参りましょう。骨ごと噛み砕いてくれ。はずでおすべし。敵さん。暴れやがって。おい、もっと人数を集めてこい。敵将を開けたか。今だ。一気に突き進む。まずは妖魔の増援を止めるべきね。そこを抑えれば本陣が楽になるはずよ。しろ。敵サボ。メス。夜。敵将壊してやろうだぞ。そしていい瞳をしている。
せいぜいあがくがいい。液晶、俺が撃ち取って敵さえも敵さえも敵さえも様はここで潰され終わる。ここは任せて。これぐらいにしといて。液晶打ち取った。本陣の心配はなくなったの。死んで早く助けに行くわよ。さすがのお働き。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。あんたがここにいるのよ。あやね、抜け人の私を追ってきたの。勘違いしないで。今はあんたを追ってる場合じゃないの。因縁に曇るな。今は完全の闇を払うぞ。お前たち、何か
か因縁があるよ。はい、私は里を抜けた忍び、姉は里より差し向けられた夫です。今はそれどころじゃないわ。妖魔と決着をつけるのが先よ。さすがのお働き。私たちの問題だから。騒がしいと思えば新たな異界の者が現れておるか。強そうなのがいるぜ。遊んできていいだろう、清盛のおっさん。敵は大軍、正面からは攻められない。二手に分かれて攻撃を仕掛けるぞ。分かりました。崖の上は私に任せてください。なんて頼もしい方でしょう。骨ごと噛み砕いてくれよ。ここで口当てろ。今日の相手はお前に決めた。遊びが過ぎちまったか。じゃあな、姉ちゃん、楽しかったぜ。ここは任せて。あんただけじゃ頼りないわ。私も言ってあげる。あやね、あやね、どうして私と、私のことが憎いんじゃ。言ったでしょ、あんたじゃ頼りないって。それに二人いた方がやれることが多いわ。受けて立つ。さすがのお働き。引き下がろうぞ。龍馬が引いていく。この戦い我らの勝利だ。遊んでる暇はないの。さよなら。ここにも異世界の風景が混ざり込んだか。龍者の影響の大きさが知れるな。先ほどはお世話になりました。
私はこれで失礼します。少女よ、ここは妖魔のはびこる世界、勝手を知らずに単独で動くのは危険だ。かすみさんでしたね。よろしければ私たちとご一緒しませんか。でも私は。行くあてがないなら好きにすれば。あやね、本当にいいの。言っておくけど、元の世界に戻るためよ。その方法を探すのにあんたを利用するだけ。あんたはそれなりには強いわ。だから何かの役に立つかもしれないでしょ。あやね、ありがとう。朝鮮さん、ネメアさん、これからよろしくお願いします。混沌の渦はさらに広がる。楽しいこと。やるようだ。成し遂げてくださると信じておりました。